diamonds on the keys, blue. Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little punch, I'm shawty。はいどうも、こんにちは、ひなたアウトドア家族です。今回は、このブラックアウトか前これな、うん、塗ったんやけど、ちょっと舌とかも塗りたいんですけど、先にここのエンジンフードエンブレムを買いました。はい、でこれが純正の三菱から出てる、うーん、この型番っていうかな。そうなんや。これ Amazon とかでも買えるから、それで買いました。はい、で7500円、6500円ぐらい。まあまあそんな。けどこのブラック丸々ブラックパッケージっていうのを買ったら、うん、もっとするから、うん、まあ自分でやっていこうということで、でこれつけてここもここも黒にしちゃえば、うん、まあそれっぽくなるじゃないか、うんうん、で前耐久性どうですかとか結構 DM もらうんですけど、全然洗車機2回ぐらい入れてるんですけどハゲもなく、うんうん、今ちょっとここは拭いてないここだけ拭きました、はい、ちょっと鼻声ですいません、はい、中身はポリセット、こんな昔ながらの1枚ずつ、うん、でも大体わかるよ、うんうん、なんしこのこれでセンターを出して、うん、ここに貼り付けてちょんちょんでいくみたいな、はい、まず、うん、これでセンター出し的な、マーキング、マスキングテープで中心をマーキングまあやってみよう、はい、じゃあまず一家に一台マスキングテープ、はい、すごいね、やっぱ冬のカスタムっていうのはちょっと、うん、マスキングテープをだいたい真ん中にちょっと出すのせて、だいたいまずは一家に一台シリコン筆で、ある程度当たりそうな部分を出ししておきます。はい、まあ、さっきちょっとやってみる。マスキングテープを三菱マークの真ん中に貼るね。うん。え、むず。もうだいたい真ん中に折ったらいいってことだろ。こんな感じ？はい。んで、この下のあれからセンターを出す。むず。まあこんなもんでしょう。はい。合ってるやんな。テープが歪んでるか歪んでるように。ように見えるけど、ここからここは、うん、うん、うん、まっすぐからいけると。はい。んでこのリが真ん中に来る。あ、こう来るよね。切り込み線があるな、うん、これを真ん中に貼れたらあとは横横でいける、うんうんうん、まだこんな簡単にすごい均等にやられてんやろ、剥離紙を剥がす、だけだけだけで後ろの剥離紙を剥がしてセンターにビシッと、ちょうどこの時に、この時にこれでなんかベタっと、まあまあなんか初めつけとかなかった、うん、この次ここのあれに行くから、うん、で15度以下になると接着しにくくなるっていうあれやから、うん、まあ、今7度やから後でドライヤー等で温めてくださいみたいな感じ。あ、気温な、うん、角度かと思った。で次 DE を隙間なくつける。いや、まずでアドバイスはこうならないように。はい、得意やんなでこの DE をこのこういうことね、シールぴったりに合わす、うん、むずそう、そっちの方が。こっちから行ったら行けちゃったな。では、剥がします。はい、剥がす。で、こっちを飛び出そうよね。ちょ、剥がすね。ファミケの紙。
そう。いけてる。センターから空気を抜く。同じように反対側も。簡単やな。やってみろ。このここがあるから音だけど、この下すらを合わすみたいな結構簡単な、うんうん、これ銀色も、へえ、黒のデリカの人は見たことないかも。銀色貼ってる。こっちも同じだね。こっちのおむずはなんか左手やから、ちょっと浮いちゃう、いるな。ある方つけられるの無理やな、これ。おいで中心から、すごい中心、これね、いつも中心から向こう、あ、対面とかでな、デリカおって、あ、はよつけやな、はよつけやなっていつも思うんですけど、うん、よし、つけた。おぉ、簡単で、これで、このエンブレムをこう圧着して、うん、手でもいいと思うね、分かんない、念のため手でやっておきます。剥がします。はい、おお、うん、おお、全然普通に取れるやん。うわ、気持ちそう。これおお、びっくりした。おお、うん、これ多分今までで一番簡単かもしれない。あのずれることが、ただずれても多分ほんまそんな分からん、1ミリぐらいの、もしこのセンターさえ出せればな、うん、これオプションでつけるって何もすんの。ありますよ。OK。 でめちゃめちゃええやないですか。車変わりました。これちょっとあれや、それあの広角で撮ってるから、あー、歪んでるんやろ、うん、普通バージョンできるんやろ、ドゥドゥドゥ、普通バージョン、いやいや、こんな感じに仕上がりました。なんか大きく見えるな、画面やったら文字、うん、はい、もうこれをつけるだけで ここまで雰囲気が変わるという、かっこいいやん。まあ最悪多分飽きたら剥がして、うんうん、な、接着のあれも取れると思う。シール剥がしで。ただまあ純正のあれなんで別にオプションとしてあるもんやから。うん。うん、すごいな、こんなんがオプションやねんな。秒やん。逆にこれを次ラバーで塗ったりとかも全然ある。これは黒でみんなやってる。うんうんうん。で次はこれだけをなんかゴールドメタリック。俺はやらんけど。それで個性を出すのもありかなと思います、うん、で多分ちょっとまあ寒くてママちょっと定価事件してて顔パンパンで出たくないっていうのがあれやからあれですけど、女性でも簡単に多分できると思います。はい、不器用な方で もう全然貼れると思うんで、そうやな、うん、あ、ぜひ気になってたなみたいな感じやったらちょっと貼ってみても面白いと思います。はい、はい、こんな感じかな。かわいいし、かわいい、かっこいい仕上がりになりました。いい感じ、はい、はい、じゃあ、ここからまたちょっと時間ができたら、だんだんとブラックアウトか、ね、他のカスタムをしていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。アウトドアもちゃんとしっかりいきます。いきます。はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またやっていきます。お願いします。